なので本当に重要なこの辺なんですよ。あ、じゃあこの辺の何だ、肩甲骨の上角なんですかね。肩甲骨の上角はあんまり押さない方がいいと思います。この辺押さないで、もうこの辺だけでいいんですか。はい、この辺ぐらいで。ただその人によってはこっちの方が張ってるっていう方もいるんで、まあ、ポイントポイントで入れてあげる分にはいいと思います。はい、ただやっぱりこの辺だとそんなにこの筋肉の厚みもないんで、あんまり入れなくてもいいのかなっていうところだと思いますね。このくらいまででいいですか。もうちょい外側まで行っても大丈夫。あと一押しぐらいは大丈夫です。こうするとこう当たるじゃないですか。そう、当たってないんで大丈夫です。当たってないですか。大丈夫です。あ、じゃあ少し触れてても大丈夫なんですね。これだと全然骨にはかかってないんで大丈夫です。ああ、そうなんですか。はい、ただまあここまででしょうね。もう一個行くとちょっと押してみて。ここはなんか当たってますよね。そしたらもっと後ろから押し始める。後ろってのは こっちですか。そうです、そうです。あ、でそこはあまりその、うん、筋肉が太くないので、もう軽く触る程度。もう一押し行ってみてください。それでギリです。ギリです。はい、なんかちょっとここは気になりますけど、大丈夫です。でもギリギリ OK です。あの前側から押すのもありなんです。ただ筋肉が太い人に限りですね。あ、その女性とか、女性とかだと骨が張っちゃうんですよね。そうです。あのここ肋骨とかがこの溝の部分ですね、はい、この部分に入っちゃうと不快感しかなくて筋肉がない部分なので、ここよりもあまり前に行き過ぎちゃうとちょっと危険部位になってしまいます。なのでちょっといいですか、まあ、このぐらいだったら押せますけど、ここに入っちゃうとちょっと危ない感じありますよね。なのでここまでです。このラインまで危険性のラインですか。あの、そうですね、筋肉がある部分というか、はい、一つ上のまで、そこまでです。超える前はやめた方がいいです。ダメです、絶対ダメです。ただ危険なだけですね。はい、静止させる圧はだいぶ安定してるんで、はいはい、抜く時がちょっとこうスッと抜きすぎちゃってるんで、スッと、まあ、体重移動というか重心移動で抜けてくるとだいぶいいと思います。押し込むところまで押し込んだら、一回ちゃんとストップさせてください。ストップさせて、今ここで効かせてるんですよっていう感じですね。でそこからしっかり抜いてくる方が、あの受けてる方もあの受けやすいというか、ちゃんと分かってやってもらえてるんだなっていう感じはあると思います。押してほしい筋肉に対して圧入ってなくて、上をかすっていっちゃってるんですよ、圧が。だからここに伝わってないような感じですね。ここが一番痛いですね。やっぱ骨、ここってやっぱりすごい骨にすぐ当たるじゃないですか。だからそこを当たってるのにもっと押すと痛いので、骨当たったらもうそこで止め、すぐ止めちゃっていいです。そこからそこまでそれ以上押し込むようにしない。狙ってるのはあくまで筋肉なので、骨際のところで止めたら、もう一押し、それぐらいですね。押し込んでステップしたところがこれでもう一押しっていう話したじゃないですか。なのでその抜きが早いので、多分やっぱり力押しなんですよね。あのカウントしましょう。1,2,3,4,5,6 ぐらい、あの1,2 で入れていって、持てるのが基本なんですね、体重圧っていうのは。だからあの指とか手の力でっていうのではなくて、じわーっと体にそっちに預けていってっていうのを感じました。ちょっとテンポ数えながらやられるといいと思います。はい、はい、あ、すごく良くなりましたね。あ、そうですか。はい、ちょっと長いですかね。その辺だと、そう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 、それぐらいです。もうちょっと立てる、立てた方がいいですね。重量そんなに、あの今あれですよね、結構気使ってるというか、そんなに、そんなにあれ、あの持たれるなので預けちゃっていいんですよ。預けるのは全然いいんです、指で押さなければ。
あのしっかり体重かけちゃって大丈夫なので、そあの今だとこう結構引きながらみたいなビクビクしてる感じあったんですけど、そこそしっかりやっちゃって大丈夫です。体重移動が、あはい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 、この角度で押したいからおかしくなっちゃってる。上からもっと近寄っていただいて、上方向を強く。これだと離れすぎてるんでこの方向出せないんですよ。なので近寄っていって、背中を押すみたいに。背中とかいいと思いますよ。はい、はい、手がいつもちょっと痛いよね。はい、すごい辛い時間だよね。痛気持ちいいぐらいの圧に抑えて、うん、それ上からやってるからやりにくいなと思いますよ、うん、もうちょっと高さ低くしてまっすぐ入れれば入れやすい。あ、その方がいいですね。だいぶいいです。あ、いいです、いいです、はい、OK、 ですよね、はい、上からのがいいですね。はい、あとちょっともう一個気をつけることは、これ当たっちゃってるんで。ああ、そうなんですよね。この注意ですね。もうあの、ここって3個ぐらい取れるんですよ。ラインドリとしては、はい、真ん中と、鎖骨寄りのところと、はい、大体そのなんとなくその垂直に入れるっていう感覚って分かりました。多分その押し込んだ時に手にかかるその筋肉の反発が入ってる時と入ってない時でだいぶ変わってくると思うんです。さっきより引っ張る感じなくなっていいですよ。お願いします。はい、上からだとやっぱり角度がね難しくなるので、はい、良、はい、くなってると思います。はい、まあ、なるべく苦手なところをやっていただいた方が、うん、はい、はい、絶対お客さんはよねって言ってます。はい、30分、今押してる方だと狙いが前から狙いすぎちゃってるんで、あんまりそのこの角度で入ってこないんですよ。なるほど。ほんの少し数ミリ後ろから狙った方がこの狙った方がトップから狙った方が画面としっかり入ってくると思います。お客さんだって嫌ですよね。だって身の前です。それで多分深さ的にこういうのが浅いですね。抑えちゃう方がこういう風にやる方が、あの、こっちでやったら、今これでようやくその氷の表面を濡れてるぐらいになります。こうやって人がいいんじゃないですか。そこから人押し、ちょんと入ってくると、だいぶその響いてる感が違うと思いますね。そうです、そのあたりです、ね。それで、そこから人押し、はい。なんとなくの氷が発見しましたよね。これもやっぱりその、凝りの芯に到達した段階でだいぶ痛がる方もいるんで、その辺は強さを確認しながらやってください。ただどうしてもその腰っていう方はやっぱりその凝りの芯をピカッと押してあげないと満足してくれないんで、なんかエステが受けてて、いろんなところも周り歩いてて、大丈夫ですか？バッチリ。今もう完全に垂直が決まってるところなので、それでもうバッチリ。大丈夫ぐらい。はい。なんかチラシの前ずっと高さ気だから。それは全然いいです。はい。忘れちゃいましたけど、ずっとやってて、先週ぐらいから。はい。滑ってますね。今みたいにグッと持ち上げるような、もっともっとこう、もっと持ち上げるような、そんな感じです。ただそのこれだとまあやっぱり前すぎるんで、最後ちょっとずれましたね。途中まではピタッと言ってたんですけど、最後一押し、あ、もうそれでバッチリです。今バッチリです。明日もやるんですか？夏が多いですよね。はい、あ、でもいいと思います。でも今のいいと思います。今ちょっとずれてますね、うんうん、はい、あ、ちょっと今肩ぐらいでってことだった。見失いました。はい、見失いました。はい、は
はい。はい、ここやね。